水森香織は演歌歌手。所属事務所はながらプロダクション。所属のレコード会社は徳間ジャパンコミュニケーションズ。東京都北区出身。本名は大井出由美り子。血液型は B 型。未婚。ニックネームはミモリン。持ち歌には様々な土地を舞台にした作品が多く、ご当地ソングの女王の異名を取る。女性大学女子短期大学部卒業。 短大在学中は秘書についての勉強し、アメリカへの留学経験もある。ニューキッズ、オン・ザ・ブロックのジョー・マッキン・タイヤに憧れ、アメリカ留学中に勝手に失恋した後、ホストファミリーのファミリーパーティーで歌を披露した際に、ファミリーが喜んでくれたことから歌手になりたいと決意し、帰国後オーディションを受けた。1995年に、お白い花でデビュー。2002年に、東人坊が、 カラオケファンの支持を受けて、メジャー歌手への足がかりをつかむ。2003年、鳥取砂丘が大ヒットしてブレイクし、NHK 紅白歌合戦には13年連続出場中。また2005年には、第47回日本レコード大賞、最優秀歌唱賞を受賞。2006年には、熊野古道。2007年には、一人札丸で、ベストヒット歌謡再演歌。 歌謡曲部門グランプリを2年連続で受賞した。2008年2月8日には東京都北区のイメージアップを図ることを目的とした北区アンバサダーを移植された。鳥取砂丘のロングヒット以降の水森はご当地ソングの女王と呼ばれ、彼女の元には地方自治体などから地元にちなんだ曲を歌ってほしいという依頼が毎年殺到している。ファンを失望させないためにも 営業で初めて訪れる地方については事前にかなり勉強をするという。ステージではほとんどロングドレスを着ているため一見、長身に見えるが身長は1 5 3トルであり、1 5トルのハイヒールを履いていることを衣装で隠している。2000年を過ぎた頃から CD ジャケットではノースリーブか肩を大きく露出した衣装が多くなっている。酒が飲めない体質であるが、 演歌の歌詞に酒が多く登場することも手伝い。演歌歌詞は酒をたしなむと思われがちで、ことあるごとに酒を勧められて困ることがよくある。プロ野球、読売ジャイアンツファンである。エレファントカシマシの大ファンで、ファンクラブにも入っていたことがある。シングル、熊野古道が2006年4月5日に発売され、第1週の売り上げが19000枚となり、オリコン週間シングルチャートで、 総合5位に初登場。2004年4月発売の釧路出現、2005年4月発売の五能線に続き、3作連続初登場トップ10入りを果たした。女性演歌歌手によるシングル3作連続トップ10入りは史上初の快挙となる。これまで女性演歌歌手のシングル連続初登場トップ10入りの記録は上の内さないと、 藤士あやの二作連続が最高だった。本作は水森香里にとって、たっぴミサキ、おの水道、東う坊、鳥取砂丘、く路出湿原、この汚に続く自身七作目の古藤地ソング。本作では2004年に世界遺産として登録された和歌山県の熊野古道を歌った。熊野古道以降のシングルもすべて折り今週間シングルチャートで、 初登場トップ10位を果たしている。その記録は2010年リリースの松島機構で7作連続に達し、藤士子の6作連続を抜き女性演歌歌手としての最高記録を更新した。2011年シングル、省内平野風の中で、八代明が樹立した通算シングルトップ10獲得作品数の女性演歌歌手歴代1位記録を塗り替えた。 現在も記録更新中である、鳥取砂丘のロングセラーにより、第54回に紅白歌合戦へ初出場を果たす。それ以降も現時点では、第71回まで18年連続して出場継続中。これは、現在紅白の赤組歌手では、小柳ルミ子と坂本冬美に並んで、史上8位大記録となると、同じく歴代19位タイ。 さらに水森は毎年ヒット曲を連発しており、紅白歌合戦においては未だ一度も同じ楽曲を披露したことがないのが特筆すべき点でもある。ありがとうございます。